こんにちは、カーシーチャンネルです。今回はどこでもスーツコーディネート編です。前回の動画でご紹介しているジャケットとパンツに加えて、他のアイテムを使えばオールシーズン着用することができます。アイテムはフードブルゾンとフードベスト、キャップ、インナー、ヒートベストがございます。ここからは5つのアイテムごとにご紹介していきます。ジャケットと同じ素材のフードブルゾンは、はい、こちらはジャケットの上から重ねても着られますので、より防寒を高めたい方はこのようにウィンドブレーカーを上から羽織ったりしても OK となっております。背中部分がこのようにメッシュのポケットがたくさんついております。はい、ペットボトルなど必要なものをこのように背中に収納することができるようになっています。はい、そしてもう一つ、背中部分にはベンチレーションもこのようについてますので、通気もバッチリです。はい、そして反射テープがこのフードの裏と3箇所全部でついております。そうですね。はい。はい、こちら同じ素材でキャップも作っておりまして、蒸れないようにこちら前の部分がベンチレーションになっております。さらに防寒対策のアイテムとしてこちらのヒートベストをご用意しております。このようにベストの中にデバイスを、ね、はい、装着することでじんわりと温めてくれるインナーベストとなっております。このようにバッテリーポケットにバッテリーを入れていただき、コードをループに通して温度調節ボタンを取り付けて装着が完了となります。またパッドは2箇所、腰の部分と背中の部分で付け替えができるようになっています。暖かさは3段階の温度調節ができるようになっており、一番強い赤色だと約4時間暖かさが持続して、真ん中の青色だと約6時間、一番低い緑色では11時間持続するようになっています。このようにジャケットの中に仕込んでいただいたり、ウィンドブレーカーの中に重ねて着ていただくだけで、夏だけでなくオールシーズンで着用可能となっております。はい、今回はこのように男性にも着てみてもらいました。はい、実際どうですか？実際着用してみたところなんですけど、すごくまず生地の伸びがいいので、この体の動かしやすさとかでもすごくいいのかなと思っていて、はい、で単純にジャケットがすごく軽いので、そこも着心地の良さにすごくつながっているのかなと思っています。そうですよね。はい、はい、毎朝僕は自転車通勤をしておりますので、ペダルのこういう動かし の動作とか、腕と背中とかに反射マークがこうやってついておりますので、そういったところも安心して自転車に乗ることができるアイテムになっているのかなと思っております。はい、実際にこのように自転車で通勤される際や、お仕事中一日を通して来ていただいても、負担の少ないとても万能なスーツとなっております。ぜひ皆さん手に取って体感してみてください。どこでもスーツの商品紹介編動画では、より詳しくジャケットとパンツの機能をご紹介しておりますので、ぜひこちらも合わせてご視聴ください。はい、以上、どこでもスーツコーディネート編のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。